な、どういうことや。お前俺と小学校の時は一緒やんけ。ああ、あん時はな。いや、あん時はなんでお前そんないろんなことできんねん。これはね、ほんま楽しみでね、思春期っていうんですか、二十歳前ですから。まだ言うわけやな。でもこれ不思議なもんで、もうちょっと実感あるかなと思ったけど、意外とないね。誰や普通のコメント先生。松本さんは昔 OL をしていたそうです。上司のセクハラや先輩からのいじめなどがあったら教えてください。これはね、逃げですよ、夜逃げ。まさに煙に巻いてるわけですね。うまいですね。なんでそんな、なんだ、しめしめになるの。まだ家帰ってな、やっぱりまっちゃんすごいだって。3人に言わないかんね。違うんですかね。違いますね。あのね、昔と違ってね、今のバルさんはかなり効くようにはなってるんですよ。あ、そうですか。普通のゴキブリなら、うん、まあ死ぬんでしょうけどもね、うん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 、キングオブゴキブリっていうのがやっぱいるわけです。そんなやつがおるんですか。ゴキブリの中のゴキブリみたいな。男の中の男みたいな。そうなんです。大きさは3メーター半ある。そんなゴキブリやないやろ。で1年間ぐらい抱いて、やっとちょっと、ああ、なんか頭になってきた。見たことないでしょ。何をですか。そのキングオブゴキブリ。違うよ。何なの。あるから言うてるんじゃないですか。どこで。もちろん台所ですよ。ほんばーっと言ったらもう、何や。なんやってゴキブリが言うてる。言われたんです、うん、で、あの醤油を取ってきてって言われたんですけど、ああ、ガッチャー、そいつはかい。渡してくれたのがキングオブゴキブリ。松本さんの七曲がり町時代のニックネームを教えてください。教えたれ。信じてへんもん。当たり前やろ。あれ多分昭和47、8年で、先日まで FBI 心理プロファイリングのプロスペシャリストとして活躍していた松本さんに質問です。はい。エッチの時、女性の演技と本気を見分けるにはどうすればいいんですか。軽くこう話題になってましたね。まあ少なくても俺が今まで抱いてきた女は演技はしていない。うん、今はもう立ちませんけども。最悪や。立てね。僕はもうレギデンタルインポなんですけれども。何？だからこそ今になって見えてきたっていうことはありますわな。それはね、あの男の人はなんか一回やってみたらいいんですけど、あ、いや、やってみたらって、いい言うとるでしょ。わー言うてる時にね、耳元でね、はいかーっつ。そうだね、演技してたらね、お疲れ様でした、明日何時って言う。明日何したって言います。プロや。でもね、あのバーやってるでいいね、お前それ演技ちゃうんかってもし言われたらどうするんでしょうね。そんなん俺怖ってよう言わんけど。ほなあんまり自信ないね。いやいや、俺のは分かるわ。そんなもん分かれへんがな、聞いたわけではないし。やっぱり目の食いつきがちゃうもん。例えばね、あの猫とかでもね、餌あげるでしょ、ほなね、ガー食べてますけどね、ほんまにね、白身魚のええとこやったら、うまんまんまうまんまんまんって言うんですよ。そらそや、あれですもん、僕が今まで抱いてきた女は。あ、うまんまんまん、あ、うまんまんまん、食いつきが違うもん。そんなもん、お前別にお前だけやないやろ。ソファー飛び越えてくるもん。はい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 、いや、はいはいやないよ。僕はね、あの JAL のね、34期生なんですけども。 JAL 今何年ぐらい経ってんやろな、できて。いや、34期生34期生、うん、
ですか。何年ぐらいやりはったんですか。僕もう短かったんですね。半年ぐらいでもなんで乗るようになってからはね。なんでお前一生懸命訓練終わってやっと乗れるようになって半年でやめんねん。僕はねそういう性格なんですよ昔から。例えば好きな女性が現れてその人を落とした時点で僕とその人の恋は終わってしまうからね。こういうとこだけなんで静かになってしまうの。僕には兄さん僕わからない痛い頭が痛いよ。もうええわ暮らせやろ。何でかいの操縦してたんですか。でかいもちろんですよ。それジャンボですよ。セブン、ツーセブン。古い。古いでお前、セブン、ツーセブンやろ。俺は小学校やで。セブン、ツーセブン。お前が小学校ぐらいの時。お前がやれんやん。いや、何笑ってんの。こういう、こういうとこが面白いんだね。いや、何を言うの。俺らは小学校やから、セブン、ツーセブンは。お前知らんやんけ。具体的な機種を言うたって。いや言うてくださいよ。あ、A2A 型機っていうやつ。A ばっかりねん。A2A 型機って。あ、そうなんですか。それだけすごい飛行機です。主にどっからどこ飛んでました。伊丹空港から、ね、はいはい。そうそう、僕大阪、大阪国際空港です。伊丹空港、伊丹空港から、うん、伊丹空港からだいたいルパング島とかあの辺に向かって飛んでます。もうちょっとなんかちゃんとしたとこ行こうや。ルパング島なんか行ってたんですか。だからルパング島に直接行ってへんがな。ルパング島なんかに直接行くやつおるかよ。ルパング島経由してどこへ行くんですか。ルパング島経由で行ってたって言って。どこへ経由してどこへ行くんですか。そんなことはお前になんで言わん。なんでやん。何がやねんお前。え、国際プライベートな部分やろ。お前の仕事やねん。国際線やったんですか。国内線ですよ。どっちやねん。国外線ですよ。国際線でしょ。国際線ですよ。国外線って何やねん。国際線、国際線。伊丹空港から、伊丹空港からバーン出ましたね。バーン出ましたね。さあどこ行きましょう。ルパング島ですよとりあえず。わかりました。ルパング島着きました。つけへん言うてんねん。ルパング島経由やってんの。お前話聞いてんのか。経由言うことは一回行くじゃないかい。つけへん言うねん。それルパング島の上を上空を通ってから行くんですよ。そんなんなんで意味ない飛行するんですか。ルパング島で一回その物資をあれするわけですよ。そんな止まるやけ。あ、そんな止まるかいな。ルパング島止まっとんねやないか一回。ああ着陸するっていうことでお前は言うてんのか。それなら止まりますよ。俺はそのルパング島でその止まるんかな。誰が止まるん。止まるやろ。なんで痛み出てルパング島で一回寝ないかんの。あ、いや、ほな燃料積むために止まりますよ。どこ僕は その班やったからね。班とか知らんそんな。そっからどこ行くね。派閥がいろいろあるのよ。どこ行くね。ほんなお前何派やったん。僕は磯谷派。何や。何や磯谷派。磯谷さんっていう人がおったんや。ルパング島から出たらどう。出てでルパング島をまあ飛び立つわけですよ、はいはい、そこで涙の別れみたいなのがあるわけ。誰とやろ。ルパング島の女の子たちとの別れとかあったら。ちょっと前でやんけそんなもん。うん、まあね、でも燃料を積む代わりにルパング島の女の子に僕らが燃料を与えたりとかね。まあちょっといやらしい下の話もあるわけで。ほいでそんなんいらんねえ。さあどこ行こう。これから一旦また痛みに。いや、なんでなんで痛み変えんねん。そんなことをしてるうちにもうなんかアホらしくなってきてね。パイロットというもんがね。パイロットね。乗客乗して十何時間飛んだことはないわけ。 ありますあります、ハイジャックされたこともあります。そういえばそういえばってそんな大事なこと。そういえば今思い出したけど。そんな青な話あるかよ。一番先言わなきゃ思ってた。ハイジャックっていうこともありましたね。ハイジャックされた。はい。ほんなら、すいません、あのや出てきたんかいな。うん、すいません、この飛行機はジャックした。一人、うん、なんで
ほいでもう俺もすぐに機長としてのことをやらないといけない。そらそう。なん、なんですのって言われて。ジャックスター言うてるやん。何がですのって。何も言うてない。腹黒いのはどっちですか。ああ。これ俺かお前かってことでしょ。そういうことですよね。人間女の子の電話番号をどうしても携帯のメモリーから消すことができません。まっちゃんがメモリーから消す判断基準は何ですか。女は優しくすると突き上がるんでね、うん、スパッと言ったった方がいいですね。スパッとスパッと。どういうことスパッとって。あんまりぐじゅぐじゅさせたらダメですね。何をやねん。スパッと行くのは君やろ。僕です。メモリー消す判断はどこなんですか。電話した時に、うん、もう現在使われておりませんになってた時に。お前それやられとるやないそれ逆逆。泣きながら消すことにした。未練カラカラやん。じゃあほんならあなたはどこで捨てるんですか。関係ないだろ。めちゃめちゃ怖い。雷じじいや。ラーメン作らせたらうまいで。じゃあ真面目に言うと、うん、まあうーん2回ぐらいこっちから電話して1回も向こうからまだなかったら聞きますかね。ほんまかよ。まあ真面目な話。僕はねやっぱ追うより追われる側なんでね。どうしたって。かっこいい。僕はもうジェリー派ですからね。え？いや、その派に俺も入れるか。いや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 、君はトム派でしょ。あ、何のジェリーやと思った。ジェリー藤尾やん。よくでね、これね、テレビをご覧になってるね、うん、まあ小学生ぐらいのお子さんがいる方は、うん、絶対にね、あれは見せてはいけない。いや、それはもう体勢にもよるやんか。あんたが見た体勢はどうやったの。一回だけじゃない。あ、ほんな見るたんび体位が違うわけ。そう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 。そらバラエティーに、うん、こんなんやってる時見たら嫌やろな。おかん抱えてこんなんやってる時に。もうほなもういけいけほーれほーれほーれ。親父も乗らなしゃあないやろ。もっとひとし声出して。はいよ。はいはいはい、かまってもういや、もうそこまでいったらもうそうですよ。ほらもう何回か言ってると思いますけど、笛忘れて取りに帰ったらやってた。そうですよ、怖かっただよ。笛忘れてる思えへんがね、うん、もう自分は笛吹いてたよね。自分は笛吹いてたからね。あ、ちょっと待って、訴える。なお前を訴える。なんでやねん。なんでやねん。セクハラや。俺お前何をしてないよな。ファミリーハラスメント。家族的嫌がらせ。お前もいつもって言うてたから。古今東西英語で褒め合ってください。うん、キュートとかビューティフルとか、うん、ちなみにこれはもうなしです。うん、はい。褒めて。命知らずなんですか。まず怖いと思ったことがほとんどないね。で、俺の口から怖いっていう言葉ってまず出えへんでしょ。いや、今日のオープニング怖い。あれは何。それまた違う意味の怖さですよ。まあね、僕が今まで一番ヤバいなと思ったのはあのゴリラに縛られた時ですよ。どこ。
でもこの辺ですよ。バーンやられた。お前どこにおったん？あの野球してたんですよ。どこでやん？グラウンドで、グラウンドで。どこのやん？あの尼崎のグラウンドで。うん、うん、俺そんな話初めて聞くな。あ、ほんなら聞いて。カーン、まあまあホームランバッターやからね、もともとが。はい、はい、ね、視神経がもうホームランバッターで来てるから。アホか。もうええやんけ。カーン打つわね、そらもう。ガシャン、あのガラス割ってしまったんですよ。おお。でまあそれとりあえず謝りに行かなあかんっていうことで、うん、まあ行ったんですけど、うん、もう行った先がもうゴリラやったからね。いや、ゴリラやった。おっちゃんとゴリラの二人らしい。あ、家は、ね、おっちゃんの横にゴリラおったんや。こんなもんお前どうしてくれんねん、この間、ま、この間も割られたばっかりやとか言われて、ああ、もうずっともうゴリラはもうこうしてますからね。ヤンキー入ってるな。ずっとこんなんやだからね、うん、うん、んで、いや、どうもっていう感じで、うん、こうボソボソっとしてたんですよね、うん、僕もまあまだまだ子供でしたからね、うん、ほんならもうゴリラがもうおっさんガー抜けて前出てきたの、うん、でなんで謝れへんねん。いや、なんで。え、喋ったの？で、おっさんが言うたわけ。あああ、びっくりした。おっさんが言うたんです。はいはい、うん、で、おっさんがそのなんで謝れへんねん、うん、って言うたら、うん、おいおい、ちょ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 おい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 、え、ゴリラやで、おい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 、そのおっさん、おっさん、あー、おっさん、おっさん、何や、いろいろ喋るな、うん、おいおいって言うわけですよ、うん、いや、謝れへんねんって、まあ確かにあれですけど、まあ、ほんなら弁償はさせてもらいますって言ったら、うんうん、もうガー弁償したらすぐにそれもあるね、おっさん、おっさん、あ、おっさんかい、何回も出てくるんだな。そんな意味なんや、おっさんの前にゴリラは入ろうかよ。避けられても入ってんねんな。ほんならバーンと横にあったなんか石か机かなんかわからんけど、バーン、うん、ゴリラ舐めとんのか。ゴリラ、おっさん、おっさんが、うん、な、うん、弁償せ、うん、これゴリラですけどね。え、あんまりあっさりしてたから。あ、それがゴリラなの。これがゴリラなの。初めてゴリラ喋ったわ。あんま怒った口調じゃないよな。弁償せ。これがゴリラ。おお、ね、うん、まあおっちゃんもな、お前驚きはなかったやん、ゴリラが喋ったっていうことに関して、うん、あ、それは不思議じゃなかったね。がむしゃらやったから、あの時でな、あの、そんなもんな、おかしいやろと、はい、ね、うん、なんで謝、弁償したら済むいう問題やね。おい、これお前、怪我しとんねんとこう来たわけですよ。急やな、また。そうそうそう、これもゴリラですけどね。え、わし怪我してんねん。で、とりあえずバー来て、あら、怖いわ、こんな高いんやろ。高いですよ、バーン。こういうのが折れてますよね。いや、おっさんがやられたんですよ。え、わがと一緒に住んでるんじゃないんですか。これぐらいの破壊力持っとんねん。見せしめで、おっさんが言うたんですけど、え、もう不思議な一日やったね。お前別に殴られてない。僕は17歳の男子ですけど、身長が浜田さんと同じ155センチしかある。ぼったくりバーで思いっきりぼったくられてしまい、うん、大変悲しい思いをしています、うん、今後このようなことのないようにぼったくる店の見分け方を教えてください。だから店見て、あ、これはダメやっていうのがあれば教えてください。まあ正直この僕のあの千里眼を用いてもですね、店の門構えを見ただけでは
分かりませんね。分からんのかい。門構えを見ただけではね。ただ中入ったら分かりますよ、そりゃもうすぐにでも。でも一回中入ってしまったら外出つけへんがあとか言うて、あのよくあるんですよ、あの携帯でね、携帯持ってる最近みんな、うん、でバーって変わってきて、あもしもしもあれって言うて一回出ていくんですよ、うん、外に。なるほど。でもそのままも帰ってけえへん。あ、ほなほな中入って、この食い逃げが多いらしいですけどね。あ、そうなんや。な、中入って どれをどう見たらいいわけ、ここやばいっていうのは。じゃあチェックポイント、チェックポイント、チェックポイント、うん、まずカウンターに意味ありげなおばはんがトランプ占い、おれへん。お前何年前だよ。なそんなもんおるわけない、興味はお前意味ありげなおばはんがって。金払う時になって、そんなお金ないですよって言うと困りまんの。いやそのままやん。この話をしとんねん。それお前もうやられてるやん。その前に出ていくんじゃんか。まあいろんなことなんで光栄やねん。もうちょっとはって言えよ。いろんなそれはチェックポイントありますよ。そうでしょ、そんなもんいろいろあるんでしょ。あります。それ言うたげてっちゅう。はい。言いましょう、マジで言いましょう。いやマジで言うマブで。まず入った瞬間うつぐらい。なるほど。それはわかります、はい、これそれから、うん、あーっとね、レジがない。おお、レジがない。みんなみんな仲がいい。かまへんやん。楽しそうやん。なんやねん。なんやねん。なんやねんな。できるか。あれ、そんな言い方されたらできるか。いやいや、何俺どんな言い方したんや。あんなこと言われてまでできるか。どんなことやねん。謝りますわ、言い方悪かったんやったら。もうええ。もう気分悪い。まだまだいっぱいあったのに。だから謝りますわ、言い方。あ、そんな目で見られたら何にも言う気せえへん。どんな言い方しました。もうええ、そんな言いたくもない。もう会わなくなった女を一口飲んでその銘柄や産地まで当ててしまう人がいますが、ああ最近ねそんな流行ってますからね、うん、お酒の飲めない人が対抗するには何を判別できたらかっこいいんでしょうか。あのね、僕ねこれは一回そうそう、ガキのオープニングでもやろうかなと思ったんですけどね、ああ僕聞き酒、うん、聞き酒とか聞きワインは用意しませんけども、うん、絶対自信あるのは聞きインスタントラーメン。ああ袋麺。ああそう、うん、いいかやりますか。いやいいっすよ、全部いけますよ。俺札幌一番しか当てられへんわ多分。うそん。でも最近食うてへんやろ。あの最近出たややこしいあの麺や先地とか言われてる。言えてるやん。いこうややこしいことあれへん。ええ、あれは言われても分かんないですよ。ちょっとやっぱり前の名前のっていうかもうずっと何年もあるやつね。そう、ええ、いやまあそれはええねんけども、はいはいはい、いやお酒の飲めない人が対抗する、なんやろな、水。ああ水、水わかりますよ。、うん、それ当てた方がかっこええ。ただこれはあの六甲の美味しい水とか、うん、そんなんじゃなくて、うん、友達の家の水バーッと飲んだ時にうわこれわざとこや。わかるけど、どうでしょう。だってほらほら中学の時ジャージの匂いも嗅ぎ分けてこれ誰のんやって。やってた。青みたいなことやってたな。あ松本はい。あこれ俺やとか。そういうのありますから。友達の家の水道の水なら大体わかりますけど、ね。それぐらいですよね。まあでもさっきのラーメンもそうかもわからんね。ラーメンそうですよ。うん。うん、じゃあそのラーメンほんだら一回やってみましょう。ラーメンやりましょうか。ね。いつやろう。そうね、明日でも。いや個人的に違うがな、オープニングでやな。明日ってどっちの家でやねん。昨日や、うん、びっくりした。
腹立つよ、びっくりした。人通りの多い道に自転車を止めておくと、戻ってきた時にカゴの中にゴミを入れられていることがあります。ありますね。そのゴミをわざわざ捨てに行くのも腹立たしいし、腹立たしい、ね、かといってそこに捨てていくのも気が引けます。はいはい。こういう時どうすれば一番気持ちよく人目にも美しく見えますか。まあいろんなパターンが考えられますね。はい。まず一つは、無視をする。無視言うたって。わが乗ってるチャリンコの前にゴミ入ってるんですよ。乗りツッコミでその場をしのぐっていうやり方もありますね。誰も見てないわ。もうそのまま乗ったままバー帰って、今日は洋さんこうできた、そうそうこれもかって違うわってやる気パターンもありますよね。でもそれ持って帰ってるわな、ゴミ。でもそんなことはありえないわけじゃないですか。なんで直せなあかんねん。いや、そりゃそうです。話ですよね。そう、ゴミどうしたらいいんだ。いいですか、はい、自分の自転車をもうゴミ箱扱いにされたわけですよ。そうですよ。これはひどい話ですね。そりゃそうですよ。自分のチャリンコですからね。山ほどゴミ入ってるんですよ。そうです、そうです。そうですよ。そうですとも。ええこと言うてるよ。さあ、どうしよう。いや、いいやん。いいよ。俺お前背伸びたんちゃうか。そんなことはどうでもええから。これなんでやねん。ゴミをどうすんのやっちゅうねん。うん、こうカゴのゴミを。そんな言い方すな。なんちゅう言い方すんねんお前は。優しい言えへん、もっと。カゴのゴミをこうどうするん、どうすんの。え、カゴのゴミをどうするの。大阪弁で喋るな。これカゴのゴミ、これどうしたらいいんですそうかね。カゴのゴミをね、じゃあ言いましょう。はい。もったいぶったけれども、はい、ああ、松本やっぱり閉めるとこは閉めるなと。それ誰やねん。思わしたるやないか。もうほんまお願いします。ここまで思わそうやないか。はい、もうここまで引っ張ったんやからな、はい、思わせるなら思わそうやないか。いや、思わせや。思わせられるのかと。ゴミどうしましょう。これ人のゴミやけどね。これ人のゴミや。これは人のゴミやで。誰やこれ。誰やねんと。なるわね。なるなる。ほんま芝居たろかと。芝居たろかと。わしの自転車のゴミはゴミ箱やないっちゅうねん。ああ、そうや、言うたらなあかん。わしの自転車のゴミはゴミ箱やないっちゅうねん。ああ、2回目やろ。もうええわ。今まで追われるかな。電話をかける曲を作り大好評でした。そんなあったか。ありましたよ。何を言ってるんですか。めちゃめちゃあったじゃないですか。そろそろ新しいトークのオープニング曲を作ってください。前のやつとどんなの。いやん、バカなの。そこはそこなのよ。あ、曲やあれへんかな。そんな曲やないやな。いやん、そこそこはダメなんのよ。あーん、あーん、出にくいわこれ。パンパパンパパンパンパ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 ダメなんのよ。終わったこれ。これも何回聞いても酒が運ぶよね。酒が運ぶね。酒が進むとか言うね。うん、そろそろ新しいの作ってくれっていう。新しいの作りますか。まあ今年これ最後ですから、はい、来年の時に、うん、もういきなりじゃあ新曲でいきますか。ここであなたもう作ってしまえばもう録音されますから、うん、もうすぐです。OKOK、うん、大丈夫ですか。俺そんなん好き。あのね。僕はね、その簡単な感じが好き。そうでしょ。うん、準備がいいんであればもう気を出しますけど大丈夫ですか。ああ、わかりました。いいですよ、行きましょう。新しいオープニング曲。はいはいはい。みんな静かにしてくださいね。これ何回か使います。これ録音ですからね。はい、うん、じゃあ、うん、はい、喋ったらええやんか。入るから喋れへんじゃないか。今やってないのな。だから
5、4、3、2、はい、やってくれんか。あ、オッケー、わかりました。決め、パッて決め、俺をパッて刺してくれたらすぐ行く。あ、オッケー、わかりました。ちょっと向こうの海外洋楽風へ。いきます。うんうんうん。はい、5秒前。4、3、2。ブーセシボン、抹茶抹茶セシボン。おい、これ下げて。え、何？いや、あのオープニング曲お願いします。今のええやんけ。何やセシボンなんか大阪で聞いたことあるような。夜中にやってる宣伝やで、それ。お願いしますわ、マジで。こっち向きやしないと。あ、うん、わかりました。ちょっと変えましょう。そりゃそうです。今の違うな。そうなんだね。うん、いいですか。はい、5秒前。4、3、2。バカチコ。バカチコ。はい、行きますね。はい、5、4、3。バカチコ、バカチコ、ハマちゃんバカチコ、マッちゃんそんなにバカチコ、逆バカチコ、逆バカチコ、マッちゃん逆バカチコ、メバチコ、そんメバチコ、逆バカチク、メッツナガチク、ノットバーバカチク、メッツバカチク、ハンバカチク。それ国家？今の国家まで OK。 あ、今の国家まで OK。 ちょっとほんならこれで一回出てみようか。バカチク、バカチク、ハマちゃんバカチク、マッちゃんそんなにバカチク、逆バカチク、逆バカチク、出られへん。マッちゃん逆バカチク、メバチク、そんメバチク、メバチク、逆バカチク、メッツナガチク、ノットバーバカチク、メッツバカチク、ハンバカチク。こっか。ちょっとね、乗られへん。もう俺もう今無理からやったこれ。違うねん、違うねん。バン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 、なんかあるじゃないですか、その前の曲が。出すとこ出したら、お前これすごいことやで。はっきり言いますけど、奥田民生が今悔しがってますよ。ああ、これがあったかと。新しいジャンルやないか。恋した男と女が親に反対されて、それでも私たちは一緒になるって、うん、か、あの何、駆け落ちするっていうイメージの歌なんです。その中にそのまっちゃんバカチコになる。え、関係あるやんかな。いやいや、まっちゃんも応援してよ私たちの恋をね。はなちゃんもこう応援してよ私たちの恋をね。で、バカチクって出てくる。あ、親父がノットバカチク。最近来る弟子にしてくださいみたいな。キーラオケを楽しそうにやってる現場をね、外から一歩引いてみたらね、結局歌ってるやつだけなんですよ。歌ってないやつはもう見てるからね。歌ってるから見てるからね。そうそうそう。あれほど悲しいもんはない。それはそうです、ね。だからなんでかというとね、結局ね、説得力の問題なんですよ。例えば何を歌いましょう、あなた。私祈ってます。私祈ってます。なんちゅう歌歌うねお前は。こも言うまあまあいいですわ。どんなんでしたっけ。
体に十分。やっぱ恥ずかしいな。そやろ。素やから。体に十分注意をするのよ。いやマジで。あ、そこ念を押すんですか。念を押すんです。マジで。でももう。曲は続いてますけど大丈夫いいんです遅れてもいいから言うんですよ体に十分注意をするのよいやマジでお酒もちょっぴり控えめにしていやほんまにほんまにいやほんまにほんまにいやもうほんまにほんまにというか、この選曲良かったんやろ、うん、まあ、この曲やったから良かったんやろ爪がもう剥がれかけてるんですねマジではいうわ、ほんまや、なんでめちゃ痛いんですよ昨日チームファイトになったんですよマジではいもっぱらパトロールで大忙しだという松本さんに質問ですありがとうございます万が一、街で親父狩りにやってしまった場合どう対処すればいいんですかこれはね、あのまあ俺はともかくお前はぼちぼち考えとかないなんでもうお前も親父ですからね、完全になんでそ俺の違いはないわな、別に違いあるがな、お前ダブってるやんけダブってるいや学年は一緒やったで、一応ダブってるか、お前5つダブってるやん5つもダブってたらお前わしいくつやねんもうぼちぼち40やそれはもう親父ですもんアホかダブってないって考えた方がいいですよそのうち親父狩りがありますから、ね、でもあんなもん防ぎようないやんこれどうしたらいいんですか親父狩り、うん、じゃあまあ今日もいい話こぼれ話しましょういやこぼれ話はええねん本題に入れやこぼれ話はええからよいいですよ、はいはい、親父そう親父見てる人もいますか親父がまあ渋谷でもどこでもまあ歩いてますから、はいはいはい、若者がバッとこう囲むわけですよ、何人ぐらいですか、まあまあじゃあ10人としましょうねえわっと若者に囲まれた、うん、この時なんですけども、うん10人も若者がいたら、うん、絶対おっさん臭いやつが1人はいるわけですなるほどそれはね年に見えへん人もいますよそうでしょ、うん、絶対いるわけです同級生に見えへんのがそうそうそう、うん、そうでしょ、うん、そういうやつをまず探すんですよ、うん、なんだお前ら、うん、言いながら、うん、なんだお前らって探しながら来るな来いとか言いながら、うん、その中で一番おっさん臭いやつを探してお父さんあのデビッド・カッパーフィールド見に行ってきました あのマジックのマジックの時や撮る時に、うん、一番初めにもしもしと言いますが、うん、もしもしの意味を教えてくださいいやもうこれはそのままあのもしもしを何をしてるんですかのもしもしなんでしょうけども実はねもしもしっていうのもぼちぼち変えたいなと思ってるんですよこれね、うん、でも変えるの大変なことですねこれ変えんの、 あのねこれからやっぱり宇宙時代じゃないですか変えれたら画期的ですよ、ね、宇宙にもっと目線を広げていかなあかんという意味も込めてね僕はコスモスっていうことで コスモス？コスモース？コスモース？語呂がええだけやいや語呂が良くて何が悪いか宇宙に目を向けて言うのもそこじつけもええとこやからお前コスモス言いたいからでもちょっとお前そんなこと言いながら言いたいなと思ってるやろちょっと面白いなコスモスコスモースコスモース確かにそれは言えてるちょっと言いたいやろ言いたいでしょ多分帰りの車で一人でコスモースコスモースこんばんは昔忙しい忙しいでよう言われるやんか、はいはいはい、忙しいでしょなんか言ったら、うん、そんないこと忙しいないよな僕らね休みちゃんとありますからね休みちゃんとあるもんな、うん、この間なんか俺も暇やったし、うん、何もやることなかったからあのあれ行ったんですよあのサルティンバンコすごいよサルティンバンコよかった、うん、
子供がね、あの舌足らずの子供がされてみ、されてみ、多分それは子供の言うことや。それは仕方ない。俺しゃあないで、俺が言うたんちゃうしな。ほらセーフ、ほらセーフですよ。ほらもう流していただいて結構なんですけど。ほらセーフ。ほら CX のスタッフに言うて撮ってもうたから、はいはい、もうほら気ぃつこうってなんかええ席取んのよ。ちょっと見やすいとこ。一番前やねん。気ぃつけないかんよあれ。こっち客触られんねん。あ、舞台から。いわゆるね外人がね、もう客席降りてくんねん。皆さんええけど君きついな。俺きついねん。ほらね、あいつらね俺の凄さを知らんわけですよ。ね。そのね、あいつらはね、うわーって俺の前にガーッ立ち寄るんですよ。あーやばいわ。うわ、俺スターやのに分かってないわ。なんか外人に帽子を俺かぶってたんですけど、うん、帽子を、あの、前にかぶってたのを後ろにせえって言うんですよ、うん、いやもうそんなもう触らんでええから、うん、俺もうスターやから、やかましいわ。ええから、うん、でもこうせえ、こうせえってやる、うん、分かってないから向こうは、俺の帽子をガッて掴んでくるって後ろやったんや、回したんですよ。あいたやられたな。みんなこっちこっち見てんのよ。俺顔真っ赤っかなって。そういうことなってんねんな。だからな、俺らこうやってほらこう喋ってるやんか、うん、でそのなんていうかな、こう客を触ったりするやろ、うん、客もやっぱ辛いと思うわ。目を追っただけでもな、なんか、うわ、なんか言われんちゃうかなっていうかね。だからこうやられたら結構ドキドキするんですよ。なんか顔なんか突っ込まれたら嫌やろな。そうそう、ごっつ嫌ですよ。はっとか言うかね。言われたらもう、うわ、もうちょいやめてやめて。見に来てるだけやから、もう嫌なこと言わんといてって。俺あれはな、心境わかったわ。だからもう客はね、あんまり触ったんのもね、どうかなと思ってね。あ、そうですか。また俺もほら、あのドラマ始まったら忙しになるけど。誰が今はね、あれだから、うん、あ、そうかいな。うん、僕ね。あ、ほんま、うん、どんな感じのやつ今度は。 AD の3人組の。あ、そうなの。金曜なんかそんな感じのやったね。俺もちょっとやっててんけど、ね、あ、なんていうやつやってた。俺がやってたやつ、うんうんうん、俺がやってたやつは AD ブギ。あ、似てるね。でもね、あ、似てる。あ、 AD ブシっていうの。どんな話やね、 AD です。まあまあ漢字やけどもね。いや漢字はええわ。あ、武士が漢字なの。まあまあ、結構まだこれ見てもうたらね、ま、誰とかってこと。 ADV の時は加瀬大衆。あーは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 ー。的場浩司。あー、そうですか。で、売れる前の石田ひかり。まあそこそこのメンバーね。まあまあまあ、あ、そうあれ。君誰と AD 武士は。かなりのビッグタレント。そりゃやっぱりね、もう取りに行ってるから完全に。やっぱり、ね、数字取りに行ってる。数字取るためにはビッグなやつ掴んでこないかんから。そう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 。君と誰やねん。ハイティングファラダと。なんでお前とファイティングファラダやの。もっと若いの呼んでこい。しかも俺ファイティングファラダ、ファラダ言うてもらった。まあまあそんなメンバーで、また始まったらね。ああ、うん、まあ、忙しい、ね、忙しいからね、もう本当にもう。いつから。5月の何日。中途半端な中途半端な時期に始まんねんな。もう始まったからあかんのちゃんか。はいはいはい、5月っていうから。はい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 、まあね、うん、まあまあ、今やってるのがもうちょっと弱いんで急遽いうことで、ね、撮影会長ですから。撮影もしてんのかいな。どんなシーン撮ったの。ああ、キスシーンとかも。誰と。白川由美と。いや、なんか複雑そうやな。若いやつと年配の方と。ああ、はあはあはあ。でもまあ1話完結やけどもね。何。あ、1話完結で12回。 あ、1話完結で12回。あ、そうかそうか。大変やね、でもドラマもね。そやな。あ、まあ、ほんまどういうとこが大変。最後俺常に全部エンディングはね、うん、全部俺の歌で終わってる。522スタートですからですね。ほんまに中途半端やな。何時から。あれ何時。7時半。え、30分。7時半8時で30分かい。大したこと起これへんな。30分で。まあ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 、まあ、
非常に楽しみにしてもらわんとね、はいはい、何のこっちゃ分からへんからね、楽しみにしてもらわんとね、何のこっちゃ分からへん、何をやってるんや分からへんからもね、楽しみにしてもらわんと、うん、何のこっちゃ分からへんからね、うん、何がそれ、あのそれは楽しみにしてもらわんと、うんうん、その何が前科悪か分からへん、何を言うのそんなかもしれんけど、全然あの福山とかあの辺の木村拓哉のファンは松本出てきたらぶっ最後やなお前ってそれは思ってますよ、それはもう人好き好きですから、ね、いやそのダウンタウンというものを、はいはいはい、こう考えた時にね、はいはいはい、その男のファンももちろん必要やし、はいはいはい、女のファンももちろん必要なんですよね、はいはいはい、それはそうですよ、けれどもね、はい、その女のファンを引きつけてるのはもちろんこれ僕であったお前に女のファンなんていないわけですよ魅力ないじゃないですかね、ちょっと待ってくださいよ、例えば男の条件って何でしょう、はい、例えばそう清潔感みたいなところもございますよね、はい、何なんでしょうこのツルツルとしたこのどこがやねんサメ肌やないかサメ肌やないサメ肌やないけど嫁はんも子供もおってもズルズルじゃないですかズルズルちゃうよ、なんかもう何や嫁のとこと思ったらズルズルなったね、僕のようなそのチェリーボーイがね、あおかダスブロイじゃあったどうでもいいですわ、あもうどうでもいいですけどね、あ何でしょう瞑想に入りましたねああ、はあ、すごかったすごかった、これはどこまで僕は言っていいもんなのかわからないですけどね、まあとにかく言えることはよう消えてたわ、いやこれよう消えるなこれ、ね、いやそれはあいつの売りやんかいやいやまさか、いきなりあの何もないとこからバーン出てきましたから、ほいまた消えてはまた出てきてまた消えて言うて忙しい男、忙しい男ですよ、デビッドさんまた旦那さん消えてはるで言われるただあの何個か僕は種を見えてしまいましたけどね、種を見えたというか僕の考えですけど、どっちやねんな、見えてへんやろ、いや、まあ、今から喋んのはお前の考えやろ見えてないんですけどね、あっちでそれは、何どういうこと、いやあのね、なんで消えるかはこれは分からないですよ、はいはいはい、これは僕も分からない、うん、でも一回ふわっと消えた時に、うん、客席の真ん中ぐらいにバーン現れたんですよ、消えてすぐですよ、それすごいな、これはすごいんですけど、うん、これはもう見破りました、なんであいつはね双子ですよ間違いないです、いやこれは笑うところじゃないんですよ、これは笑うところじゃないんですよ、これは笑うところじゃないんですよ、間違いないですよすぐ言うのが僕を逆に分からしましたよね、えアホ違うやん、すぐに出るということで逆にすごいやろうって言いたいがためにここ早せなあかんねん言うてるんですよ、あいつら打ち合わせでね、で大阪弁早した方がびっくりするから早した方がええねん言うてるんですよ、でも早してしまったために双子ということが僕にバレてしまったんですよ、もうちょっと時間があれば、うん、あ、もしかしたらなんかトリックがあるのか、はい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 、はい、あんなことありえないですよ、布をふわっててふわっと蹴ったらふわっとあっちに行くんですよ、もう絶対デビッド・デッパーフィールドですよ、でそれはどういうこと、弟ですよ、あ、弟はデッパーフィールド、デッパーフィールド、あこれは僕がつけた名前ですけど、あ、定かでやんないあとあの飛び降るんですよ、わーっとふわーっと綺麗に飛び降る、それはピアノ線かなんかでやっとんのやろ、僕はまずそれで間違いないと思うんですよだってないじゃないですか、うん、方法が、で山崎も一緒に行ったんですよ、うんうん、あいつやっぱアホですよ俺ね最初冗談で言うてる思って、うん、僕分かりました、うん、あの宙吊り、うん、どうなってんのか、うんうん、どうなってんねんって言ったら、うんうん、なんて言ったと思う、磁石ですどこに使おうとしてるわけあいつなやっぱ頭おかしいやろ、磁石でちょうどええ感じに飛ぶか、人間一人を持ち上げる磁石ならカッパーフィールド天井にガーン、あの鉄のなんか下に突っ込んでる言うんですよ、なるほどなるほど、でごっついでっかい磁石が上にあるんですよ、こんなカッパーフィールドガーンなって、こんな照明とかもみんな向きますよカッパーフィールドガーン照らされてもう汗ダクダクですわ、もう
まあ汗はええねんけど。助けて言いますよ。で前の客のカバンとか財布とかもバンバン飛んでいきますよ。そうでしょ。マイク下のカバーもパカーンって開いたままですよ。古い古い。昔来た時なんか建物消せへんかった、あいつ。あいつ前も来てたん？前も来ててん。自由の女神やったっけ？消したよな。お前誰や？いや今日来てくれた。全然知らんやん。接点あるやん。スーツ着てるし。あ、そうなの。いや前もなんか向こうでやったか、あれは。いや自由の女神かなんか知らんけど消しよったんですよあいつ。それはほんまか？おー言ってた外人。そんなもんやないってほんまに聞いたら。でもみんな知ってんやろ、あのおっさんがそれぐらいのすごいっていうのは。一応ほら、いや俺ね、もうねこれもねどこまで言うたらいいか分からへんけどね、うん、どうもね桜臭いのは桜臭かったんですよ。自分以外全員桜やったんじゃん。いやほんま俺以外全員もそうなんちゃうかな思ってね。今日は松本清かな、ね、タイミング良すぎるんですよ。終わった後もスタンディングオーベーションですよ。オベーションですよ。なんかみんな、うわー、それもなんか示し合わせたように、周り俺全部立っちゃうんですよ。しゃあない、俺も立ってこうやって立ったんかいな。なんかちょっとちゃうんちゃうかな思いながら。別にええやん。でもね、うん、一個はちょっとびっくりした。あ、そう。うん、最初に渡されるんですよ紙を、うん、で切り取り線について8枚の紙に切るんですよ、うん、カードになるんですよこれぐらいの。なるほど。8枚の、なるほど。そのうちの1枚だけが月の絵が描いてるんですよ、うん、あと全部真っ白なんですよ、うん、ほんでね、みんなそれ出せ言ってね、うん、で、あのこう扇状にして自分の好きなところに入れろ、うん、で、なんやいろいろ言うんですよ、うん、半分に分けて裏にしてもっぺん混ぜてなんや、うん、すげー言って、うんうんうん、ほんでね、全員のをね当てよるんですよ。当てるってどういうこと？1枚目じゃあ皆さん見ないでその一番上取ってくれ、うんうんうん、それは違いますね。2枚目それも違います、うん、3枚目これが月の絵です、うん、だからみんなうわー言ってそこはもう3000人がうこれもだからお前騙されてんちゃん。でも みんな桜でうわー言ったからなんか自分も当たった気になって、おーいや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 今だとかもみんななってんねんて。ああそう、山崎はなってなかったんですよ。山崎もお前どっかで道間違うたんやってそうですかねって、あアホやから自分当たってへんのにカッパフィールドに何テーブトンどっち上げて欲しかったんですかよう降りてくるんですよカッパフィールド、誰にしようかなみたいな。なるほど、多分決まってるんでしょうけど、もうちょっとあいつも恋してるみたいななんか指輪のマジックがあってそれも降りてきて、うん、藤原も行ったんですよ、うんうん、あの藤原が、うんうん、であの虫眼鏡渡されたんですよ藤原、うん、でふわって見ようとしたら「おノー」ってまだ分かんない。何でか分からへんねん。あれ多分間違うたんやと思ってこいつちゃうわって思ったそうでしょ藤原「いやー」言って「娘なんて見よう」思ったら「おノー」段取りちゃうかったんや多分。ほんま怒ってたんだよ。でもあんなカッパーフィールドの顔初めて見たわ。普通の顔も初めてやろ。まあカードのやつはほんまにびっくりしましたけどね。いやでもあんたの隣は来えへんかったわけでしょ。いやあいつ絶対もうおかしなことしてんねんて。ちょっと言われてアップアップしてたもんな、うん、ほんで最後もごっつって振って山崎、うん、カッパーフィールドに言ってほんで出て行って連れて帰ってほしいんじゃん。まあほんますごかったよ。もう言うてほんで出てきたらあんま面白なかったですよ。誰かあれかな、まあ、知らんわ誰にも教えんわな、どうやって消えるかなんかな。消すやつはほんまに死ぬ前に死ぬ瞬間でええから教えてほしい。ほんでねレーザーでねこうやって腹ビビビビビビって一回切りよるんですよ。まあさ本物のレーザーじゃないでしょうけど、ほんでね膜をこうやってやるよるんですよ、うん、ほなねもう切れとるんですよ。プルン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 動くそれどうなってる思う。やられてるやん。もうあいつあいつにハマってるやん。まあ、いやハマってるっていうか、まあ、ちょっとした虜ではあるけど十分やろな。昨日でもね、うん、
ちょっとあれですけどね、うん、あんな見に行くでしょ、はいはいはい、いっぱい人おるとこ、うんうんうん、なんもう絶対ねもうバー寄ってきてね写真撮らせてくれっていうやつがいるでしょ、はいはい、で昨日もみんなねしょんべん行きたいから我慢してたんですよ、うん、で終わってみんなでごっつしょんべん行きたいから、うん、トイレにバー結構トイレまで遠いんですよ、うん、その間ずっとカメラ持ってね写真撮らせてくださいってお願いしますよいつも見てるんですよって来るんですよ、うん、絶対僕は撮らさないんです、うん、なぜか分かりますか分からないならもういいです早いねお前の心境じゃあ教えましょう本当の僕のファンなら、うん、写真よりもまず握手を求めるはずなんですよ知らんでもほんまそうですよあのねやっぱりね本当に好きならまず触れたいと思うはずなんですよそうでしょ、うん、まず体のどっかに触れたいそれこそファン心理なんですよそしてその次にサインなんですよそしてその次に来るのが写真なんですよねそれも全部飛び越えて写真に来るというのはファンじゃないんですよ結局それを焼き回ししてみんなに見せたいだけなんですよまあまあそれは分かれへんなお前がそんなことでどうすんねん客今ちょっとビクビク引っ掛けてたんちゃうんかちょっとうーんって漏れてたんちゃうんか女房役のお前がそんなことでどうすんねんマライア・キャリーやスパイス・ガールなどに曲を提供してきた松本さんにお願いです、はいはい、僕は今バイトをしているんですが時給が安くて困っていますあそこで松本さんにお聞きしたいんですが、はいはい、松本さんが昔やっていて今でもお金に困った時に時々やっているという時給8万6000円のバイトをぜひ教えてくださいあんたやってたんですよまあやってましたよあそうですか、ええ、これ時給8万そう6000円僕最終的には8万6800円ぐらいまで行きましたよ最初は108万5000円から始まりましたけどねえだどういう仕事なんですか目の玉をくり抜いてですね急すぎるわなんかもうちょっとあんたのトークがあったついに目の玉をくり抜いてって言うのが分かるけど言いましょうか目の玉をくり抜いてっていやだってまずそれを言われるもん面接でね君はくり抜ける子かくり抜けるくり抜けないバルセナかまず鉛筆もらうわざわざますから何よって書いてないの Q って書いてますから Q、はい、あなたは目をくり抜けますかまずねってまず書いてますから、うん、でくり抜けるくり抜けない、はい、くり抜けると書いたならば、はい、右をくり抜くのでしょうか左をくり抜くのでしょうか僕は映画のほんなら右をくり抜けるああ右やと左もう左はいなくり抜ける左にあもうそしたらもうほとんど明日から来てもらって大丈夫ですよっていう話ですよ、ね、ちょっと待て何お左目くり抜いてどうすんのあのね左目をこうくり抜いてそっち右目ああいや右目をまず触ってから左目なんですけどごめん俺は知らんかったから左目をくり抜いてちょっとだい何すんねんじゃあまず投げるんですよ思いっきりあまずタイムカード押さんとダメですいやもうそんなんええやんけくり抜く前に何のバイトやねんまあまあ言うからくり抜く前にタイムカード入れんとくり抜いてからやとようわからんようになるんでそんなもんわかっとるわそれは振り向かれる方も分かるからそれは注意ってタイムカードの上にポスター貼ってますからああでこうガッチャンってやってからまあ振り抜きますよね松本入りましたっていうことでああほいで思いっきり投げますからああほんで測り師がいるんで、うん、何メートル飛んだかをまず測ってもらいますからはいはいはい、でまあ大体僕ぐらいになるともう 15m 飛ばせられるんですけど、うん、長けりゃええんやったら思いっきり投げれるわな誰でもそんなもんいやー自分の目はなかなか愛着が愛着感があるんでねなかなかああそうやろうなほんでで、朝から、約夕方5時ぐらいまでですか、うん、まあ簡単に言うとそれの繰り返しあ
なんでそんなんで8万6千くれんの。だからお前も勘の悪いやつやな。鏡があって、これマジックミラーなんですけども、鏡のこっちですごい金持ちが食事をしてるんですよ、それを見ながら。また投げとるのー言うて、分かっててきとんねやろ。まああの子の投げ方、おほう。あれ知ってる、あのあーと新しく入ってきたマネージャー、え、あれアクターさん、あー、僕はね、大体ブライダルというかね、ブライダル。まだ意味分かって言うけど、ブライダルですよ。だから家にそのまだまだ、もちろん一回も使ってないんですけど、そのウェディングドレスとか一回も使ってへんって、お前いつ使わねん。それをこう出してこうやって、まだ言うてんのかい。ねえ、回ってみたりとかして、ね、で、ああ早くみたいなね。かっこいい。なんかしてそうや思われるで、お前。これだ、ほんまね、ちょっとおかしいってマジで思われてるみたいで。いや、それはもう、うん、ほんで、セックスでもなんか変なことしてる、するって思われてる感があるんですよ。いや、それは思ってますよ。いや、俺至って普通ですからね。もう例に始まり例に終わるですよ。まあ靴下履いたままするぐらいですよ。まあちょっとおかしい。なんで。いや、僕すっぱだかですけど、靴下は大体履いてる。これはもうマジなんですけど、ここまで脱いで靴下脱ぎゃええやん。その間ももう待たしたく、女人を待たしたくないじゃないですか。青やこいつ。な、女人。青や。そんなもん、これ脱ぐ時間ぐらい一緒やないか、ずっと待っとんのやったらよ。ああ、それとね、やっぱり自分の中であるわけですよ。俺は全てをお前に捧げたわけじゃないで。は？ミステリアス。いやいや、靴下履いてるだけや。深い意味はないんですけどね。俺まず白い靴下の相手は履かしとったままやってんのかなって。あー、それはね、もちろんそうなんだよ。もちろんそうなんだよ、チロリン。誰がチロリン。なんでチロリン。のみの寿命はどのぐらいなんでしょうか。のみの寿命知らんやん。めちゃくちゃ早いですよ。ピョーンって飛ぶでしょ。空中で死んでます。まあ座ってられるかいっていうことなんでしょうね。あ、これはでも当たってるな。俺とグフは当たるよ。いや、やかましい。当たったらいかんわ。今のは良かったよ。あのね、だから良、うん、かった悪かったは、うん、芸者の時に言う言葉。じゃあね、いつもええし、いつも綺麗ええっちゅう。そんなことないがな、別に。その前の話かってなんや、わからん間に終わってるやないかい。いやいや、みんなすごいな。怒ったらギョルミがやってくるって。そんなもん、お前、誰も信用せえへん。もう気分悪いわ。何が気分悪い。入れ墨見せるわ。いや、なんで入れ墨見せなの。気分悪いからや。え、あのね、はい、怒りっていうのはすごくパワーになるわけですよ。ああ、一つのパワーで、はいはいはい、そしてそういうものには、生き物というのはすごく敏感なんです、うん、何か災害があるとき、うん、動物が騒ぎ出したりします。はい、ね、うん、それと同じことなんです。うん、俺が怒るということは、うん、アースがアースがおかしいんです。地球がおかしいわけ。地球じゃない、アース。でもちょっと待って、あんたさっきみんなって言うたからね。そんなん言うてない。俺だけやない、みんな怒ったら魚類はやってくる言うたからね。そうや。ほんなお前だけの話はあれ、もうええねん。お前もうおかしいわ。いや、ちょっと待って、お前つじつまおてへんし、もうおかしくなってきてるもん。いや、おかしいよ、お前じゃないか。もう皮膚感がおかしい。いや、何がやねん。もう老けてきてるもん。ウミガメはなぜ産卵の時泣くのでしょうか。涙流してますね。はいはい。痛いんでしょうな。痛いから泣くの。
Beside me, the world will be just fine.
searching for the truth, lost in the shadows, looking back at you. But now I see the reason, the path I need to take. With you I'm not alone, together we will make